さあ本日は5月の10日月曜日です午後の7時になりました本日もほぼほぼ毎日配信しています楽旅通信ライブ版今日ちょっと旅へ本日もスタートしたいと思います拍手さあここまで午後3時にお届けしてきておりました楽旅通信ですけれども今日はねちょっと 時時間をずららししししままて午後の7時からスタートしました今ちょうどね外を見ますとまだねちょっと空には明かりが残っておりますけれどもまだまだ日はこれから6月の下旬に向けて夏至に向けて長くなっていきますのでもっともっとこれ毎日ライブ配信をご覧いただきますとお <laughs> さよならスタッフの川村さんが今から帰るそうです。ありがとうございました <laughs> これから6月の下旬に下旬がやってきます1年で一番日が長いという日になりますけれどもまあ、その下旬の日に向けて日々太陽が長くなっていきます今ちょうど午後の7時ということでまあ、それはもう冬に比べるとだいぶ日が長くなっていますもう真冬ですと4時を過ぎて4時半ぐらいになるともう辺り真っ暗だったんですけれども 今、午後の7時でまだ空にちょっと明かりが残っておりますので、これからあと1ヶ月ぐらいかけて、日が長く長くなってくるということなんです。まだまだ長くなります。ちょうどね、1年前のこのライブ配信などをご覧いただきますと、5月の下旬ぐらいかな、または6月ぐらいのライブ配信をご覧いただきますと、このライブ配信、始まって、まだ、 お庭が、ね、明るいんですけれどもライブ配信の途中に日が暮れてきてだんだんとお庭や今こちらは、ね、玄関庭と言い,いましてちょうど今スタッフが帰りましたように右側に表玄関そして内玄関が奥にあるんですけれども、えー、この玄関の辺りの明かりもちょうどライブ配信の途中に落ちてきまして刻々とその映像が変わっていったんですよ。 また今年もそういう季節がやってきます。1年前のライブ配信を振り返っていただきますと、そのライブ配信の時間内で、だんだんと太陽が暮れて、背景のお庭の風景がね、刻々と変わっていく。そんな風景がご覧いただけますので、まあ、またね、これから1ヶ月、2ヶ月あたり、ちょうど午後の7時からライブ配信をしても、お庭の方には明かりが残り、少しずつ変化していく。明かりと影。 陰影がついてくるお庭が刻々コクコクと楽しめると思いますのでねまた今後のライブ配信の風景にもご期待をねいただきたいと思います今日はこちら玄関庭を背景にちょうどあのー、奥に石碑が一本見えてると思いますこちらはお庭用に作られたモニュメントとしての石碑であのどっかのお寺神社にあって または道すがらにあって本当に昔からこの石碑を頼りに道しるべこっちへ行くとなんとかでらこっちへ行くとどこどこに行くとかまあこういう道しるべの石碑ではなくてこうやってねお庭に据えるように、ね、あらかじめ作られたものと考えられていますちょうどね皆さんから見えているこちら側はね一番上の文字はね「日」 「ひらがなの日でひだりは伏見道」と下の方には書いてましてねつまり、まあ、どこかの道しるべを模して左に道を取れば伏見へ向かい実は右側面の方には「右は京の道」と書いておりましてね京都に向かっていく道を表してるんです。 左は伏見道右は京の道と書いておりまして、まあ、こういう道しるべ風にね、まあ、こういうね石碑を作っているということなんですそして実際にはその奥に井戸もあってね7メー,ターぐらい実際に井戸が掘られていまして昔は水がこんこんと湧いていたと思うんですけれども今はもう水が干上がっております、まあ、どうも、ね、お伺いしますと 地下鉄東西線ができた時にもう地下にコンクリートでダムを作ったようなものですから地下水の流れが京都は北から南へと地下水が流れるんですけれどもちょうどね地下鉄東西線が深いところを走っていますのでそこにコンクリートで大きなダムを作ったような感じになって地下水がぐっと下に潜り込んでこの辺り一帯の地下水がぐっと下がったそうなんです。 ですからもうこのラクタビ京町屋の井戸も水は干上がっておりましてねかなり人工的に深く掘らないと地下水が湧かないそうなんですけどでもね今この辺りの料理屋さんですとかお豆腐屋さんでもまだかなり深く人工的に掘って地下水を組み上げてその京都の地下水でお料理を作っているところもたくさんありますので、まあ、やっぱりね京都の地下水は軟水。 非常にこの体に優しいお水でありまして、その水でお米を炊いたり、ご飯を作ることによって美味しい京料理の味わいがね。生み出されるということなんだそうです。はい、今日はこのような。玄関庭を背景にライブ配信をお届けしています。ちょうどね。お部屋としてはここが応接間。こちら側に玄関の間があって、そこから応接間。 実は向こう側がねお茶室にもなってましてねで大広間とオフィスがあってまだスタッフがちょっとねお仕事をさせていただいておりますけれどもえ今日も皆さんに楽しい京都のトークをこの後お届けしたいと思います。さあそれでは今日ちょっと,旅へということで本日もどこかのお寺どこかの神社へとトークで旅をしたいと思います。 さあ本日はどこへのトーク旅になるでしょうか本来であれば皆様と直接お会いをして講座やツアーでいろんな京都の魅力をお届けするところなんですけれども今また再び皆さんとお会いする機会がかなり少なくなりました昨年の4月の15日からオンラインで京都の魅力を皆さんにお届けをし何よりも元気を 皆さんが大好きな京都から元気をお届けしようということで始まりましたこの楽旅通信ライブ版ということで今回の大型連休も休むことなくほぼほぼ毎日お届けしております今日はどこへのオンラインでの旅になるでしょうかそれではいきますこの箱の中にさまざまなお寺神社の名前または歴史上の人物や 仏像や絵画などの文化財の名前が書かれた今日の旅くじというくじがたくさん入っています。このくじを引くことによって本日のトークテーマを決めてみたいと思います。さあ、それではいきます。何が出るでしょうか、本日。トークテーマを決めるくじ取り式です。それではいきますよ。 さあ本日のトークテーマは何でしょうかしっかりと混ぜて上下入れ替えて当たりくじも入ってますからねホテルの宿泊券が今2件入ってますから皆さん緊急事態が明けて京都に行こうという時にホテルの宿泊券使ってください当たりくじはいつ出るか分かりません 出た日の深夜零時までにご応募のメールをお待ちするというそんな仕組みになっていますそれではいきます本日のトークテーマはこちらの旅くじにしてみたいと思いますそれでは続きましてこのくじの中身を改めますくじ改めですまずは私が確認をしますはあ。そして トークテーマが何か、皆様にヒントとして1つ、2つ、3つと何かキーワードをお伝えします。皆さんはそのヒントを聞きながらうーん、あそこのお寺かないや、あそこの神社じゃないかななど、ぜひ考えながら聞いていただきたいと思います。分かったという方はぜひコメント欄に。 今 Facebook ではででライブ配信です。ぜひコメント欄に何か書いていただきましてなんとかでらいやなんとか神社じゃないかななど皆さんの意見コメントを書き入れてくださいフェイスブックインスタグラムの方も動画をアップしておりますのでもうどうぞ自由にコメントはね入れていただきまして私も常に見ておりますので何かありましたらまたご返信をねさせていただきたいと思いますさあそれではいきますよ本日のトークテーマ何でしょうか くじ改めです当たりくじではなさそうですねお,おなるほどちょっと今日のはね結構難しいですよさあ 今ご覧の皆様の中で京都検定一級レベル一番最高の一級レベルを目指している方はぜひああそこと分かってほしいところですただ一般の観光でいくとねこの石碑今日はね石碑なんですある歴史をしたためた石碑ですその石碑の存在すらえー、そんなあるんですかーと いう方も多いかもしれませんでもね石碑そのものはもうね京都の街中ど真ん中にありますどれぐらいど真ん中かと言いますとこの楽旅京町屋も市場烏丸から徒歩5分ぐらい目の前の道がたこ焼きし通りちょっと東側に高倉通りがあって 高倉こののちょっと西側にこの京町屋がありますもうすぐ近くに錦市場または大丸京都店がありまして地下鉄の四条駅または阪急烏内から本当に徒歩3分から5分ぐらいの町中にあるんですがもうここからね徒歩で方角で言うとこっちですこれぐらいかな <laughs> あの町屋の見取り図がわからない方は 方角を言ってもね全くわからないかもしれませんがこの方角ですこの方角でこの方角にあってねここから歩いて徒歩3分ぐらいかな5分5分はかからないと思います あの烏丸通りを越えますんでねちょっと信号の関係で5分かかるかもしれませんけれどもスーッと行けば3分程度あればね行く可能性がありますまあ5分見ておけば行けると思いますつまりこの楽旅京町屋に近くカラスマ通りの向こう側四条とお池と烏丸と堀川に囲まれた 本当に街中、ど真ん中あたりにある石碑ですさあこのあたりでパーと地図が浮かぶ方はあれとあれとあれとという形でいくつかの石碑が絞られてくると思いますただこの石碑は細い京都では道から道へ抜ける細い道を老地、老地 と言いますけれどもその細道のところに石碑がちょうどね道から道へ抜ける道のちょうど中間あたりにその石碑が立っています。そのの道自体も行きますよこの石碑には 歴史上の人物の名前も刻まれていますその人の邸宅があったことを示す石碑なんですで、その人の邸宅があったことからその細道も老子もそのゆかりの名前が残っているんです京都にはいろんな歴史からつけられた道の名前があって例えば西陣には 加納派の邸宅があったところに加納逗子という道があったり四条新町と西の桃院の間に神田明神かつての平将門を祀る神田明神があって空也上人がそれを祀ったことから空也供養を転じて公約の逗子と呼ばれる道があったりします。 そしてこの石碑からこの歴史上の人物からこの石碑がある細道もなんとか寿司と呼ばれる歴史的な道として今語り継がれてるんです。さあこの人物今から400年ほど前江戸の初めにお茶。 茶人としても名を馳せます。この邸宅には、時の天下人、江戸幕初代、徳川家康も訪ねたという記録が残ります。それほどの茶人の大きな邸宅があって、その邸宅にゆかりを持って今、なんとか寿司と呼ばれる道があって、その人物の邸宅の跡を示す石碑が残っているんです。さあ皆さんわかりましたか 本日のトークテーマはちょっと難しかったですねこちら分かってる方いるかな広野両頓邸宅跡です広野両頓邸宅跡この両頓というところが取られましてねこの広野両頓の石碑があるところの前の細い道北は三条通り 南は六角通りに抜ける南北の細い老地のことを両と寿司といいまして広の両とんという今から400年前江戸時代の初めその茶人ゆかりの広の両とんからその細道は両との寿司両と寿司と称されているんです。さあ場所 皆さんね、これ一度京都の街中、ど真ん中にありますので、その石碑、尋ねていただくといいと思うんですね。先ほど言いましたように、北は三条通り、南は六角通りです。三条、六角と、北に三条通りがあって、南に六角通りがあります。で、それぞれ縦の道で行きますと、東に室町通り、 西に新町通りがありましてつまり三条室町六角新町に囲まれた正方形のブロックの中のちょうど真ん中にこの両頓寿司が三条から六角へと抜ける形で道が設けられましてその辺り一帯に大きなこの茶人お茶の人 広野良敦の邸宅があったと語り継がれてるんですその広野良敦の屋敷には天下人豊臣秀吉やまたは徳川家康なども訪ねた記録が残り徳川家康がそこでお茶を楽しんだということも語り継がれ実はその六角通りの方に 尾成門という門があったようでまあ、つまり将軍などが通行された広野両頓の正門があったともいい尾成門跡門跡なんかも今もその歴史が受け継がれているんです今はね全く当時のね大きな屋敷を思わすようなそんなものは全くないんですけれども細い道をね六角から三条または三条から六角へ抜けるときに そのちょうど間ぐらいです。南北でいうと間ぐらいにこの石碑がありましてね、ちゃんとね、サザンカかなサザンカの垣根のところにね、石碑があって、ちゃんと京都市が作ったあの駒札、いろんなこう説明文が書いたね木の札が立ってまして、 この広野龍豚の邸宅についての歴史がちゃんとね書かれていますのでぜひこの細道を歩いてゆっくりと散策をいただくといいと思うんです。意外とね、あの龍、ー、豚寿司この龍豚からちなんでね、龍豚寿司というんですがあのー、京都でね、そういう細い道を老字と言いますけれども詳しく言いますと 通りから通りに抜ける道は一般的に「図紙」と言いましてね。で抜けない方が老「ろあの突き当たり「どんつき」があってね。 向こう側の道に抜けない場合が老子「老うでこの両豚の場合は北は三条から南は六角に道が抜けている細い道ですから「図子といいましてねこういう形でまあ一般的には細い道いろんな名前が付きますけれども向こう側に抜ければなんとかの図子 途中で袋小路になって向こうの道に抜けることができなければなんとか老うという形で使い分ける場合もありましてねこの日野の霊吾の邸宅の中を、まあ、かつての邸宅の中をまっすぐ抜けていますので霊吾の厨子霊吾厨子と呼ばれましてその細い道が今も歴史を受け伝えてるんです。是非ね、その広の,両頓の歴史をちょっと調べた後に、 老人は歩いていただきまして石碑を見てでその辺りねおしゃれなお店がね確かイタリアンもあったりね和食のお店もあったり情情あふれるる歴史的な細い道のところにお店があるんですよ私よく行くのはねパリ本舗さんパリ本舗というお店があってねカウンターのおしゃれなお店でね でよくワインをいただいたりするんですけども今は、ね、緊急事態宣言があってねちょっと休業中だと思いますけれどもぜひまた皆さんね安心安全のもとに京都のちょっと隠れた老うを歩いてそしておいしいものをという場合は、ね、この両豚のずあ辺りをねゆっくりたるきながらお店を探していただくのもいいと思います。 ひらがなでパリ本舗パリ本舗ぜひ、Facebook、Instagram やってるんかな ?Instagram でもちょっと皆さん検索をいただきまして、おいしいね、パスタとか。私はね、もともとはサラダが好きだったりしたんですけども、まあよくね、ワインをいただいています。白、赤ともに。ぜひね、皆さんもまたパリ本舗や あの前後にねまたあのお好み焼き屋さんもね三条通りの方にね美味しいお好み焼き屋さんがあったりね六角の方はね六角キッチンさん洋食の美味しいお店がありますしねまあ意外とね烏丸通り今この京町屋は烏丸通りの東側なんですまあこっちにもたくさんお店がありますけども結構ね烏丸の向こう側西側にも室町通り新町通りあたりあまり皆さんね どうしてもやっぱりこの烏丸から東の河原町とか四条錦三条とか、まあ、こっちの方でね、えー、普段過ごされる方が多いかもしれません特に観光の方で来られてホテルでまたはちょっと夜はお食事をという時はどうしてもこの鴨川の方とかね河原町とか木屋町とかポント町とか東の方で過ごされる方多いと思うんですが意外と。 カラスマから向こう側の西にね京都の人が通う通のお店が結構ありますからねまたあのそちらの方に旅館ホテル取っていただきまして普段とは違うエリアでちょっとね夜そぞろ歩きをするのもいいと思いますこの両頓寿司なんかもね夜そぞろ歩きしますと風情があってで京町屋のお店があってそこの格子からね綺麗な木漏れ日が漏れてきて 中の様子が、夜だとよく見えますからね、昼間歩くとなかなかね町屋の奥って見えにくいんですけどもお店もね夜だと外が暗くて中が明るいですからあの格子状で格子を通してでもねお店の中がよく見えましてその雰囲気とかお客さんの入ってるかどうかとかね結構見えますから夜にちょっとその辺りを歩いてですねまあどうしてもねちょっとこじんまりとした この河原町とか市場に比べるとこじんまりとしたね町屋を使ったお店が多かったりしますからだからなかなかね意外と入りにくいところがありますけどもそう夜にこうちょっと中を見ながらですねぜひここだと決めてお店入っていただいたらいいのかなと思います。はいということで本日は江戸時代初め今から400年ほど前に京都で活躍をされました お茶の人茶人広野良敦の邸宅跡ということでまあ、そこが現在良敦の寿司というね、えー、細道にもなって歴史を伝えていますそのあたりの奥深い魅力をお届けしました歩いたことないなという方も多いと思いますけどもねぜひまた次回の京都散歩京都散策の時にそのあたりも合わせて散策をして京都の風情を 老をね少し楽しんでいただきたいと思います。ということで本日のトークはここままでとなりますやっぱりこれ30分経ちますと空の明かりがもうすっかりと今くれましたね。先ほど始まった時はちょっと上の方の屋根のところに空の明かりがまだ映り込んでいたんです。 だいぶね。この影の下の方はもう暗くなってたんですけれども、やっぱ屋根の方はね。まだまだ空の明かりが映っていたんですけども。もうこの時間になりますと、屋根の方が逆に。暗くなりまして、下の方がまだこう。ライトなんかの明かりもあってね。明るく見えるようになりました。30分でやっぱりぐっと日が暮れて夜が深まっているという感じです。さあ、それでは。 心にハートに元気をチャージする合言葉で締めくります。さあ皆さん、合言葉はきっともっと京都を好きになるこの好きになるというとき皆さんも私に合わせて大合唱いただきまして好きになるですから手にはハートマークを作って 今日も京都からたくさんの元気を皆さんお届けします皆様からもたくさんの元気を京都にお届けいただきたいと思いますそれではいきますきっともっと京都を好きになる ということで本日は午後の7時からお届けしましたほぼほぼ毎日配信しています楽旅通信ライブ版今日ちょっと旅へ明日も今日と同じく午後の7時19時からライブでお届けしたいと思いますぜひ Facebook でライブで明日午後の7時19時に再び皆様とお会いしたいと思いますそれではありがとうございました ではポチッとライブ配信を終了したいと思いますまた明日ありがとうございました